皆さん、こんにちは。高町長の吉田です。この度は皆様のお膝元に出向いて開催する予定であったタウンミーティングについて高カテレビにて実施することになりましたのでお詫びとご報告をいたします。このタウンミーティングは高可町の現状を皆様に知っていただくため当初は今年の5月ごろに町内の13か所で計画をしておりました。 しかし、新型コロナウイルス感染症対策のため、7月に延期し、町内3カ所に削減して実施すべく、計画を変更して準備を進めておりました。ところが、このウイルス感染症が落ち着くどころか、再流行の恐れが出てまいりました。このような時に、皆様にお集まりいただき、会議を開くのは適当ではないとの判断から、この度は、 計画しておりました内容をテレビで放映し皆様にお届けすることになりました度重なる変更の上ご意見を直接受けたまわることができなくなりましたので誠に申し訳なくお詫び申し上げます四つのテーマについて担当理事が資料を用いてご説明申し上げますどれも高町の重要な問題ですご意見やお問い合わせは 専用の窓口を作りますのでご容赦願いたいと思いますよろしくお願いいたします